はいのパラプンテ J リーグサッカーチャンネルのツッツンです。ということで今回は鳥栖から移籍その後を調査ということで、昨シーズン、まあ、21年移籍したサガン鳥栖の選手7人の今シーズンの成績ということで、なんでこんな企画をっていうところになってきますけども、僕も九州勢応援をしているんですね。というか僕は鳥栖に住んでいる人間なんですね。鳥栖に住んでいる人間であって、結構ね鳥栖のスタジアムにも今年何回か行ったんですけどもね、その鳥栖の選手意外と他のクラブで、ね、活躍をしていないんじゃないかっていう声が多いんですよね。こうね、鳥栖のサッカーだからこそ活躍をできたんじゃないかとか、そういう選手が多いんじゃないかなっていう声が実はちょくちょく上がっていて、じゃあちょっと調べてみようかと僕は、思ったわけでございまして、まあ7人ですね、今回選んできたんで今シーズンの、成績の方を見ていこうと思ってます。よろしくお願いいたしますということで、こちらメインチャンネルでございますね。メインチャンネルの方ではシーズン中はこのサガン鳥栖の、試合もですけどもね、全試合レビュープレビューやってますんで、よかったら、チャンネル登録よろしくお願いいたしますというのと、あとサブチャンネルではこんな感じで動画上げていますんで、よかったら動画概要欄からサブチャンネルの方もよろしくお願いいたしますということでやっていきましょう。まず1人目、山下選手ですね。今年鳥栖から FC 東京へ移籍をした山下選手にはなってきます。で、21年鳥栖での成績というのは35試合で9ゴール上げる活躍でございましたけれども、今シーズンは15試合でノーゴールというところで、もっと FC 東京では力を出すことができませんでした。まあ山下選手に関しては僕はレノファ山口の時から結構好きな選手だったんで、本当好きな選手でございましたが、鳥栖に加入をした時も嬉しかったんですけども、まあ、しかし FC 東京移籍、しかし、そこではなかなか結果を残すことができなかったこの山下選手になってきますね。本当山口とか鳥栖とかジェフ千葉では、まあ、一定の数字残してきたこの選手になってきますけども、なかなかやっぱり FC 東京の前線外国人やっぱ強力な選手が多いんで、そこの壁は、高かったのかなという感じもしております。本当アスリート的な能力が高い選手にはなってきますんで、もっとこれは、活躍をしてほしいというかできるはずなんですけど、しかし、まあ残念ながら先日湘南ベルマーレの、レンタル席が発表になったんで、本当本人からしても悔しいシーズンだったんじゃないかという感じがしておりますけどもね。はい、そして同じくフォワード酒井選手ですね。鳥栖から名古屋に移籍をした酒井選手にはなってきます。21年鳥栖では29試合で8ゴール2アシスト、まあ本当戦力外通告からよくここまで鳥栖で大活躍を、したなっていう感じがしている酒井選手にはなってきますが、29試合で8ゴール2アシスト決めている酒井選手だったんですけど、今年名古屋では17試合で2ゴールということで、まあ一応得点はね上げてはいるんですけれども、なかなかこう怪我とか、コンディション不良な面もあって1年間通した活躍というのはできなかった酒井選手にはなってきますんで、まあ、これを成功と、取るか失敗と、取るか、まあ、少なからずですけど数字を落としている感じが、しますんで、そこがなかなか評価としてはうーんって感じがしておりますけれどもね。まあ、主にフォワードの選手なんですけれども、今シーズンシーズン終盤シャドウで試されるというのもあったんで、来シーズンもしかしたらちょっとポジション変える可能性もあるんじゃないかという感じもしておりますし、酒井選手は1年前の冬に、名古屋に移籍をしたんですけど、その名古屋は夏にレオナルド選手とか、永井選手獲得をしているんで、ちょっと酒井選手の、出来には満足いってなかったからこそのこれ、補強にもつながったんじゃないかという感じもしておりますけどもね。はい、そして同じく鳥栖から名古屋へ移籍した仙藤選手でございますけれども、21年鳥栖では38試合で3ゴール2アシスト決めてる選手にはなってきますね。で、名古屋では34試合で2ゴール1アシストというところで、まあ、2年連続で全試合出場を果たしている選手にはなってきます。名古屋に移籍後も本当に、ね、チームの中心として活躍をしていた印象が強い仙藤選手にはなってきます。やっぱ仙藤選手って王様タイプというかね、自分がボール触ってなんぼみたいなところもありますが、名古屋でも結構うまく言ってた感じもしますけれども、しかしまあまあ柏レイソルの移籍も発表されたんで、まあ、仙藤選手に関してはどうだったんだろうな、名古屋のサポーターの評価というのもちょっと聞いてみたいっちゃ聞いてみたいっていうところにはなってきますけれども、その仙藤選手もまあ移籍というところになってきますが、ただね、これまで紹介した選手とは違って数字とか結果を残した選手になってきますんで、ちょっとまあ残念っちゃ、残念でございますけどもね。はい、
そしてマリノスに移籍をしたエドゥアルド選手ですね、まあ、1年前ある意味オフの主役になっていたのかな、このエドゥアルド選手でございますけれども、21年途中では36試合で3ゴール3アシストを決めている選手でございます。そして22年のマリノスでは23試合で1ゴール1アシストというところでございます。まあ、この選手の緊急補強的な感じでマリノスに移籍をしましたよね。あのチアゴ・マルチンス選手がアメリカへ移籍ということで、まあ、このエドゥアルド選手も1年前のガンボ栄の移籍が、秒読み段階とか言われてはいたんですけれども、しかしそこで一転して一度は残留を発表されたんですけれども、しかしまあ最終的には、マリノス移籍というところで、まあ、序盤戦に関してはやっぱりこのマリノスのハイラインに、まあ苦戦をしたというか、そこと相性が悪かった、まあ、エドゥアルド選手もこれ、チアゴ・マルチン選手と違って、ね、これは、足が速いタイプの選手じゃないんで、そこはやっぱり、苦戦するというか、そこをフィットするのかという問題もあったんですけど、やっぱ徐々にですけれども、ね、これ、横浜 F ・マリノスのサッカーにフィット、していた感じがしますし、まあ、徐々に本当主力となり存在感を増していたイメージもあります。でシーズン終盤になっていくとマイナスもちょっと最終ラインを下げるじゃないけれども、まあね、優勝もかかっていたし、まあ、失点を防ぐという意味でもちょっと、夏場ぐらいまでのハイラインから少し、戦い方を変えた感じがするこのマイナスの、最終ラインのところもありますけど、まあ、それもあってこのエドゥアルド選手が、活躍をしやすい、まあチームになったのかなという感じもしておりますけれどもね。まあ、だから最終的にはマイナスに欠かせない、存在まで成長したんじゃ、成長というか、フィットしたんじゃないかという感じもしておりますけれどもね。はい。そして、小山選手ですね、鳥栖から柏レイソルへ移籍した小山選手にはなってきます。21年鳥栖では37試合で、6ゴール3アシスト、いや素晴らしい数字を残した小山選手でございますけれども、柏レイソルでは本当今年チームを引っ張りましたね。33試合で4ゴール5アシスト、まあ、レイソルも今年はサプライズチームとか言われていましたけれども、間違いなくそのサプライズとか、まあ、序盤戦チームを引っ張ったのは、小山選手がいたからと僕は思うんで、そこでしっかりそこで2トップの1回として数字を残すことができたからこそ、柏レイソルは、まあ、躍進することができたんじゃないかという感じも、しておりますけれどもね。仙道選手と京都立花コンビとして、プレーということで、鳥栖の時以来ですね、鳥栖でもこの京都立花コンビとして、活躍をしていた仙道選手でございますけれども、そのまま仙道と小山がまたやるというところで、このコンビはちょっと厄介ですね。他のクラブからしたらちょっと厄介な感じがしますんで、ただこの小山選手に関しては本当どこに行っても活躍できる選手になったんで、ちょっとね、来週シーズン以降も注目して、見ていこうと思ってますけどもね。はい。そして大畑選手ですね、鳥栖から浦和レッズへ移籍をした大畑選手にはなってきますけれども、21年鳥栖では30試合で1アシスト決めておりますね。で、22年浦和レッズでも22試合で1アシストというところで、まあ昨シーズン終盤におった怪我の影響でキャンプは出遅れたんですね。キャンプは出遅れたんだけど、なんだかんだでこれシーズンの開幕直後に、まあ、復活をするというところで、ほとんどキャンプの全体練習はしていない中でこれデビューを果たした、大畑選手になってきますけども、しっかりこれは22試合絡んだというところになってきますけどね。まあ、ただ大畑選手の良さってこう数字に現れない部分ですね。もちろんこれ対人プレーも強い選手にはなってきますけれども、この大畑選手の良さというのは本当現代的な選手であるというところですね。まあ、ポジショナルプレー、まあ、数的優位とか、まあ、位置的優位とか質的優位とか、まあ、いろいろ言われはしますけど、この大畑選手に関してはこのポジショナルプレーを実践する上で、そしてあと可変ですね、可変をしていく中で絶対必要な選手というか、ね、どのクラブも欲しいタイプの選手になってくる、ね、本当賢い選手にはなってきます。本当クレバーな選手なんで、だからこのパリオリンピックとかその後、まあ海外に行ける逸材でもありますし、試合状況によって、ね、自分がどういう立ち位置を取ればいいのかとか、自分がどういうプレーを求められているのかとか、そこをまあしっかり試合状況によって演じることができるんで、そこはやっぱ素晴らしいクレバーな選手であるという感じがしておりますけど、本当対人プレーも強いですし、可変時代に必要なプレーヤーというところで今後も期待していこうと思ってますけどもね。はい。そして今回最後、樋口選手ですね。37試合で6ゴール6アシスト、決めていた鳥栖時代でございますけれども、22年の鹿島では32試合で2ゴール8アシストというところで、まあ、得点数は減ってはいるんですけれども、アシストの数は伸ばしているというところで、まあ、本当鹿島の中心として、活躍をした樋口選手になってきますね。本当周りをこううまく、使うことができる選手で、ございますし、ね、本当鳥栖時代よりもその、周りをうまく使うという意味では、成長した感じがしますね。
本当ピトゥカ選手とのボランチのコンビは J1 屈指の、存在感というところで、まあ途中からダブルボランチや鹿島もなくなってとか、ね、システムの変更もあったんでピトゥカとのコンビというかそこはちょっとね距離感あった感じもしますけど、しかしもこれ、ピトゥカ選手との縦関係ですね、ボランチピトゥカ選手と樋口選手が少し、高い位置を取って横並びというか縦関係になった時にその凄みが増すじゃないけれども、そこはやっぱり良かったコンビになってきますんで、まあ樋口選手に関しても、まあ、移籍した後しっかり数字を残している選手になってきますよね。まああとだからこの表をね今回作った上で一応順番としてはもう最後話すんですけど、ね、まあ、なかなか活躍ができなかった、選手を最初の方に並べておいて後半徐々に、まあ活躍をしていた選手を紹介していたわけなんですけど、割とトスを出ても活躍、している選手って多いですよね。まあ最初に紹介した山下選手とか、酒井選手とかこの辺はやっぱり、ね、外国人選手とかとの争いになっていたりとか、ね、なかなかそれ以外のところでも、難しいところがあったと思うんですけれども、フィットしきれなかった形のありますが、しかし、まあ、多くの選手はトスを、旅立ってからも活躍をしているというのがありますんでね、このやっぱ、トスを出たらなかなか活躍、できない論、これ結構、ね、本当ツイッター中心にたまに、見るんですけれども、結構たまにっておかしいな、日本語としておかしいかもしれませんけどね、しかし、まあ、どこに行ってもやっぱトスの出身の選手というのは多くの選手が活躍を、しているというところになってきますので、まあ、いかにトスでしっかりこれは実績を、積んでとか試合経験を、積んで、ね、そこで、まあ、他のクラブへ行っても活躍できる、まあ、そういう選手になれるかっていう本当トスっていうところは不思議な、場所ですよね、こう伸び悩んでる選手が一気に花開くみたいな、場所なんで今後、ね、そういう選手多分どんどん、出てくると思うんでちょっと今後も期待していこうと思ってますけどもね。はい、ということで今回以上になりますね。以上パルプンテジェルサッカーチャンネルのツッツンでした。よかったらチャンネル登録します。さら喜ぶよ。